京平 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブが、はい、こちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンです。で、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。翔平ズメンバーがテクニカルピッチを初使用、衝撃の記録が、皆さんご覧ください。はい、どうも、翔平 TV です。よろしくお願いします。そして、アサヒです。アズキです。ユウマです。はい、お願いします。はい、というわけで、本日はショーヘイズ練習会ということで、ST ゴルフ&ベースボールさんに来ております。今回は、モンタナスポーツさんから、とあるものを渡されて、まあもう、出てから2、3年経ったかな。はい、それがこちら。はい。テクニカルピッチというね、球速と、回転数とか投げて計測できるボールでございます。値段がね、3万します。3万？スイッチ買います。確かに違う。これをまあ翔平メンバーで投げて、まあどれぐらいの回転数、どれぐらいのスピードなのかっていうのを計測していきたいと思います。使ったことある人いないよね。ない、ない。初え、存在は知ってた？存在は知ってます。知らない。知らない。知ってる？インスタで見たくらい。俺の違ったっけ？いや、なぜですね。結構前か。あ、この間グループライン。ああ、そう。ああ、ぐらい。まあこれ、まあすげえ高価なもので、これ実際に打つことはできない。この計測だけ、だから投げるだけ。まずアップを、まあ普通のボールでやって、そこからこれを投げて自分の球速もしくは回転数を、計測していきましょう、はい、で、キャッチャーはヒロトがとりあえずやります。とりあえずやります。で、これね、特徴があって、まあボール見たら分かると思うんですけど、はい、ボールね、こっちがテクニカルピッチなんですけど、こう柄が違うんですよ、柄が違くて。で、こっちが普通のやつ。違いますよね。なんで、見て、見分けはつきます。で、ちょっとね、これ硬いんですよね、やっぱ。キャッチャーは多分痛いと思います。じゃあ、これで、投げていきましょう。はい。いきましょう。はい。105キロ。730。ナイスボール106キロ1083、スライドが13、96キロ1081、いいよ、91キロ959、スライドが 23.3、 95キロは一緒一緒。シュートが 9.2、 スライド0、ホップ38。おっ、すごい、91キロ1317回転のスライドが78。シュート0。118キロ1096、ホップが 46.9、 スライド 2.3、 他は0。125、 1444、 1666、 105キロ、スライドが 92.9、 ホップが、あ、まっすぐね、21.1。127、1213、シュートが 14.2、 大丈夫。ホップ 46.7、 100キロの1000回転、スライドが 11.4、 ホップ 41.5、 124、 1358、126、1501、スライドがなくてホップ58、128、
でも1335。助走つけてないけど、助走つけて。やばっ、やばいよ。知りたい、知りたい。137。やっぱ1250。でも1250、1250だけど。やばい、ジャイロボールしてる、ジャイロベンディしてる。ジャイロベンディしてるよ。131。上からのがいいじゃん。126。助走、助走、助走、助走で140いこう。137。1407。108。1603。ホップがね、80。スライドが 29.6。112、1339、ホップ45、シュート5。112、1307、スライドが16、ホップ49。お、112、スライド 44.6。 あれ、スライド？スライドってます。114、150の129.1122。119、1442。おい、104、1320。107、1219。スライド 14.9。 スライド 70kg、 9.67。 スライド 65.8。 ドロップ 45.4。 スライド 79.9。101kg、 1663。スライド 79.6。 やった101kg、 1331。スライド 79.3。 117、 1448。 ホップ 50.6、 シュート 32.7。 いきますよ。118、1556、ホップ 57.6、 シュート 15.3。 124、 1420、ホップ 58.8、 シュート 34.7。 助走つけたらスライダーです。怖すぎ。117、 1400、スライド 11.0、 ドロップ 59.3。 じゃあベーチャンカーブ。97kg、 1305、スライド 72.7、 ドロップ 12.1。 けが119、89、893、ホップ 26.1、 シュート 6.7。116kg、 1666。 118、1494。はい、お疲れ様でした。どうでした？あの、今まで回転数とかって自分でほら分かんないじゃないですか。今回分かってみてどうですか、和樹くん。
自分のストレートちょっと落ちるんで、まあそんなもんかな。そんなもんかなと。あ、パサリは全然少ないです。全然少ない。全然少ないです。全然少ない。少ないです。で、君は1400ぐらい、回転数が。多分、回転数とか球速見たら多分普通の方です、ね、自分。おでさ、関根君、はい、球速が遅いのは分かってたんですけど、回転数があまりにも低すぎてちょっともう測りたくなくなっちゃいました。マジかよ、ジョビン。いや、嘘。いや、初めて出すんだから、これ。いきなり、やめてよ、そういうの。まあ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 、でも、助走をつけたら137いったし、まあ上からの方が、まあ、いいのかな。まあ、今度やりましょう、また。やりましょう。もう嫌そうじゃん。やりたくねえ。いや、俺もさ、肩痛いけど、最近調子いいから投げたけど122かな。早いっすね。はい、こちらの SSK テクニカルピッチ、これ内外ボールですね。投球専用なので、打ったりはしないように。そしてお値段は3万円ぐらいするんで、携帯と連動してできますので、こちらぜひともやってみてください。ショーヘンズではこちらを使ってね、遊んだりとか、やっていくので、はい、まあ、ショーヘンズ結構ねメンバーいるんでね、参加してくれた時に、まあ、これやって、まあ、みんなの回転数だったり球速だったり、そんな測る遊びとかもしていきたいと思ってます。今後もよろしくお願いします。はい、この動画がよければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。はい、どうも、シューティングです。ひろさです。そしてです。いや、ごめん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 。そしてよかった。俺ら2人でそしてっていうかな。あ、なるほど。一回こう咲きました、咲きました。いいよ。